有名インフルエンサーのクリエムさんが、えー、心臓の炎症と気管支炎だったってことで生放送をね体調不良で休んだんですよね。まあそれでまあ結構なんかよろしくない状態で微熱はさておき関節痛と歩く振動で、えー、心臓がすごく痛いのだけどこれは一体何かに行べきなんでしょうか結構来てるよねこれ。で結果このようなことだったってことで,でこの彼女のねあのやってることを見ると 彼女のツイッターを見ると、まあ、こんな感じで、まあ、いかにもだよね、SNS のフェチ天使、自己プロデュースでどこまで最強になれるか、人体実験中、継続で美肌、美容ディ極めてる、起用家、タレント、百科経営、おそらく名前だけだと思うんだよね、起用家って歌ってるけど、なぜかこの事務所に、ね、所属しているというね、まあ、おそらくあの焼肉小倉優子みたいな感じでさ、後ろに大人がいて、 いいように利でさあのやっぱ僕らから見たらこのテンチムだとかさこの青汁王子だとか、まあ、こういう人とかさキラキラしててさなんかすっげえフォロワーいてさ羨ましいなと思うけどさ実際さ心臓にさ炎症までできるぐらいさやっぱ体を酷使してるわけだよね、まあ、ストレスとかもえぐいと思うのって考えるとさ別にここの手の人たちをさなんかすごいとかさこのクリームちゃんが使ってるから なんか、この製品いいよねとかさ、なんか過剰に思うのはナンセンスだよ。だって、こんなさ、ことしてるんだけどさ、結局はこうやってさ、心臓に炎症ができるっていうかすごい話やん。多分だけど、まあ、この人のその活動が無理しすぎとか、まあ、やっぱ俺、ストレスとかね、そういうことだと思うんだよね。って考えるとさ、やっぱ自分のね、このコンディションもね、体調管理もできない人なわけで、 こういうさ、インフルエンサーをなんか必要以上に大きく見るっていうのは違うよねって話なんですよね。すごいと思うよ、この数字の分、伴うストレスとか苦労とかもね、だから別にすごくないんだよ、この人は。それ言うんだったらさ、別に街のさ、郵便屋さんとか、肉屋さん、魚屋さん、みんなすごいから、別にこの人だけがすごいわけじゃないって、別にインフルエンサー否定ってわけじゃないけどさ、あまりね、この、こういうさ、光るとかさ、 青汁とかがすごいとかさ、キラキラ、した目で見るのは良くないよねってば僕は思うんですよね。心臓に炎症ができてまで、ここまですごくなりたいかって思う、これ見てる人は思わないでしょう。ってことなんだよね。まあ、ステロイド治療とかで多分治ると思うんだけど、まあ、お大事にまた活躍してください。どうもありがとうございました。